じゃこんにちは。さあ今日も、うん、よしない。お前しつこいとはしつこいと思われたらさ、払わんけどさ。いやでも聞きたいですよ。だってコメントにあるんだもん。なんかいたずらにベストナインやってりゃいいと思ってんなみたいな。それはあるの。あ、まあそうじゃなくて、なるほどね。聞きたいですよね。聞きたい聞きたい。聞きたい、それは世話通して。深夜のなんかは、例えば守備だけのベストナインとかも選んでほしいなとか思うんだけど。あ、だって宮本さんが選ぶ宮本さん以外が認めてるセカンドだとか、うん、サードだとか、そういうのも聞きたいわけ。はい、聞きたい。でも今日は今日はあえて、はい、あえて普通のトータルのベストライン、パリーグでも、まあパリーグでももちろん全部で、ね、全部で、ね、だからその記録も含めてでもいいし、うん、まあ、自分がでもいいですね、うん、自分の見た中でもいいし、そう、どっち行く、全体行く、見た中で、僕は見た中で、見た中でね、感じた、はい、分かりました。じゃあ行きますよ、はい、ピッチャー斉藤和美。おお、あれ、斉藤和美さん、あれ、誰かも言いましたよね、井端さん、井端さんも、おお、そう、やってるもんね。やっぱり先発ピッチャーで凄み感じるピッチャーって多分少ないと思う。やっぱり彼はやっぱりそういう部分もありましたね。緩急を使える、球が強い、落ちるボールが曲がる、で何よりも気概というかね、俺がないな最後まで俺がいるんだみたいな、ああいうの好きですよね。僕打てた、もうでもホームランですよ。もうあれが何を、ちょっと抜いてると思うんですよ。いや、それ抜いてるか抜いてないか分かんない。いや、抜いてるっすよ。なんかその話、ホームランないだろうと思って。どこで打った？神宮です。あれ嬉しかったですね。斉藤和美。やっぱいいピッチャーから打てるって最高の幸せだよな。そうですね。江川さんからね、スリーマンからカードもあって。そう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 。タブカンみたいですけど。見た。江川さんにも言ってますもんね、それね。江川さんに言って、ね、で満塁ホームラン打ってんだけど忘れてるいや俺は生涯満塁ホームラン打たれてないとか、やっぱすごいピッチャーを忘れるんだな。嫌なことは忘れるんですよね、うん、じゃあ斉藤和美、はいはい、キャッチャー古田敦也、スッと出てくるね、やっぱり、うん、そうですね、あ、難しい。ちょっと古田に電話してさ、この番チャンネル出てくれるように言ってくんな。ああ、言っときます。ほんと、ほんとに、うん、言っといて。ここで約束を、じゃあ言ってます。で、なんか谷繁呼んで対談させたいなってこと、キャッチャーと、あー、キャッチャー論、うん、うんうん、面白い。谷繁は俺が呼んでくる、じゃあ、うん、僕責任は持てないですけど、声をかけます。楽しみですね。いや、じゃあ声かけて、はい、わかりました、はい、バスト悩みますけど、松中のこと、おお、三冠王、はい、平成の、そうですね、やっぱ彼の交流戦の時に対戦して、やっぱこれすげえだったなっていうのをすごくこう守ってて感じたんで。守ってて感じるバッターってどうなんだろう。もうとにかく何あげても多分打たれるだろうなっていうのが見えるんですよ。吸い込まれていくというか、うん、後ろで守ってて、ピッチャーもそこに投げたくないんだけど行っちゃうみたいなところの雰囲気がありますよね。であとはやっぱり彼はツボがあったんで、インローのスライダーを最初ね、交流戦当時にはあいつも言ってましたけど、みんなここファールだろうみたいなこと言うわけですよ。絶対的に切れない、こういうイメージ、ライトポール、こういうイメージの打球ですよ、切れない。もう自信満々にね、またそのチャンスとかもするんですけど、やっぱすごかった。ソフトバンク行っちゃったからね、本当はジャイアンツだった、え、ジャイアンツも欲しかったんだよね。でも松永は行かないっつった。ジャイアンツは僕出れないっつった。あ、レギュラーで、うん、あ、だからでソフトバンク行った。あ、そう入る前にこう話をして、そういうこと言ってた。へえ、そういうの分岐点ね。ハーバー、はい、セカンドか。いや、鉄ともいいし、もう一回山田、
なんだ記録的に考えたら山田ですね。トリプルスリー3回やられないよ普通。すごいですよね。だって三冠王に匹敵するよ、ね。うん、いや本当に。イメージですね。今岡とかすごい思ってる。ああ今岡ね。強かった、ね。あの首位打者取ったりとかね。いやそれはもうシニアの感覚だから。そうですね。山田はまあ現役時代やってないので。今岡。フルの頭あったじゃん。僕一緒になってないですか。そうだ。一言で、いやいや、ちょっと覚えてますか、それは覚えてます、かすりもしなかったもん、スーパーガトリア、まあまあいい、今岡、はい、今岡もう新しいね、今岡ってね、はい、サードパッと出てこないですね、サードでしょ。いや、俺の年になるとさ、ものすごく幅広く見てるから、まあ例えば長嶋さんとか出てくるから、そうそうそう、もうその辺は、でも見てないでしょ。見てない。誰に憧れてやるか、原さん。じゃあ原じゃない。いやいや、一年やってんな、一年かぶってるな、うん、じゃあ原さんで OK だ。OK だって。原監督は、はい、要するに僕がやった中で言うとやってないなと思ってたんですよ。ああ、対戦とか一緒に。そうそう。でも1年目、一年だけかぶってるんですよ。あ、じゃあ。田豊さんも一緒にかぶってるけど。いや、俺は一年前にやってる。そうですよね。入れ替えな。入れ替えになったんですね。だから95年。が1年でしょ、はい、俺94年日本ハム引退だから、はい、じゃあ原監督、はい、原さんね、はい、ショート和夫かな、おスッと出てきた、うん、坂本かなと思ったんですけど、やっぱり総合的にっていうのを考えると盗塁もできて、まあ、そのポテンシャルとかも含めて、まあ、ホームランスイッチヒッターと考えたら松井和夫。守備はどっちがうまいと思う？坂本。やっぱ坂本の方が、うん、あの数は直線的だったもんね。そうそう、衝突系なんで。そうだよね。でスローイングがそれほどあんまり良くない、うん、確率がいいかってあんまり良くない。肩抜群に強いけどね。でもスローイングがいやいや結構乱れる。でも確実ではないと思う。思いっきり投げたらどこ行くか分かんない。カズオが本人がですか。いや本人がコントロールできない。いやだからコントロールして投げてる。あ、それぐらい強い。それでも強かったね。へー、そうなんですね。自分じゃない。違いますよ、それは。それはもう全然ベストないですから。違います。ゴールデングラブ賞だったら、さあガイアス3人、ポジションは別、ポジションはあまり関係なく3人選ぶ。松井秀喜、前田と前田がなんかいいバッターって言われながらベストナインには上がってこなかったんだよね、うん、なかなか。でやっぱりチャンスとか回ってきたら、そのなんていうんですかね、アウトでも絶対芯に当たりますよね。そうだよな。芯はずさとかないんですよ。絶対芯に当たるんですよ。すごいです、ね、それぐらいのイメージです。その全部が全部そんなことないんでしょうけど、はい、イメージはチャンスで前田に回ったらまあ芯に当たります。頼むから正面行ってくれる。そうそう、そんなイメージです。前田はここって言った時には絶対芯外さないっていうバスだよね。すごいです。だから芯に当たるということは確率が上がるということだ、うんうん、ヒットだったわけですね。なるほど。松井秀喜、前田、あ、一郎です。そう、一郎が最初に出てこない。いや、一郎はね、大体鉄板で出てくる。そうですよね、うん、やっぱ僕がそうじゃなかったからかもしれないけど、ホームラン打つ人がやっぱりすごいって思うんですよね、うん、はい、でやっぱパリーグだっていうことでなんかセリーグの頭にならない、まあまあ、そうそう、セリーグの方が多いです。だからパッと浮かぶのはセリーグになっちゃいます。そうだよね、一郎の凄さ。一緒にやってるでしょ、WBC で。 WBC でどうだった。彼のすごいところは、その技術的なことは誰もが認めてて、あれ言うまでもないんですけど、やっぱウォーミングアップが全力でやります。抜かないです。走塁練習じゃあめちゃくちゃやるかってやるんですけど、その何本かを集中して全力でやります。ああ、もう野球がうまくて、
まあ、その日本のトップじゃないですか、はい、で、あの姿勢やったらそれはキャプテン性しかなくてもみんなついていきますよ、一番にね。あとルーティンを崩さないっていうね、絶対に、うん、WBC の時もミーティングでって走ってましたので、ね、それはどうなのかなと思いましたけどでも、まあ、そのルーティンなんで、でも王さんがそこはやっぱりちゃんと、なんていうんですかね、一番前の、そうする、だからその文句が出る環境を王さんが作れなかったっていうのもあるし、僕らもまあ一番なので、ましてや向こう行ったらアメリカのピッチャーもみんな知ってるんだろうなっていうことを踏まえて、まあ、いろんなことはまあ、あるんでしょうけど、やっぱそういうとこ時でも崩さず、かたくなに結果を出し続ける。出なかったら、それはもういろいろ言われるわけですから、ね、それをちゃんと結果として、毎回なんか言うと、ずっと、最初ぐらいですかね、ちょっと、あの途中ぐらいですよ、取ってたんで、すごいと思います。いや、その強さが素敵だよな。そうですね。あ、なかなかできないです。それはできないよね。できないです。もう人の目も気になったりするんだけど、でも結果として出し続けてたまらせるじゃないですかね。まあ素敵なレースラーになったね。そうですね。はい、うん、よかった。はい、私。